漢字で漢字の世界。今日の漢字は急ぐ、緊急、急務の急。今年のうちに済ませておきたい用事にせかされ急ぎ足。そんな年末にふと立ち止まり紐解いてみたい漢字です。急ぐという字の上半分、心の上の部分は及ぶ、普及するの急という字が元になっています。この字は人が後ろから右手を伸ばし前にいる誰かを捉えようとする形、まさに及ぼうとする形を描いたもの。さらにその下に心という字を添えることで前の人に追いつこうと流行る心を示したのです。そこから急ぐ、速やかという意味を持つようになりました。また切迫した気持ち、ゆとりのない状態を表し、そこに攻撃を与えられると状態や状況が急変する大事な場所を急所というようになったのです。この時期に気持ちがせかされるのは何百年も前の人たちとて同じこと。鎌倉時代末期の随筆文学、吉田兼好のつれづれ草第19弾、折節の移り変わるこそにも、そんな年末の風物詩が描かれています。年の暮れ果てて人ごとに急ぎ会える頃ぞ、またなく哀れなる。年も押し迫って誰もが皆忙しく動き回っている様子はこの上なく感慨深いもの。そんな思いで世間を眺めている兼好。移ろいゆく自然もその中で生きる人間たちも全ては無常で儚いもの。それでも師走のこの時期はすすを払い事を収め門松を立てて正月を待つ。あくせくと動き回る庶民の姿を微笑ましく思いながら、世捨て人と言われた兼好はこう感じていたはずです。たとえ何が起ころうとも自然の巡りや人の営みは絶えることなく続いていくだろうと。漢字で漢字の世界。今日の漢字は急ぐ、急所、急変の急。人が後ろから手を伸ばし前の人を捉えようとする姿に心を添えて、前の人に追いつこうとして急ぎ流行る心を意味するようになりました。ではここでもう一度急ぐという字を感じてみてください。師走も終わりに近づけば、普段走ることのない僧侶でさえもお経をあちこちであげるために走り回る。死は年の死、その一年が終わる、果てる、発から死発で師走という説など、師走の語源はその他にも諸説あるようです。師走だと意識するだけでなぜか急ぎ足になってしまうのは、今このひとときが儚い無常だと分かっているから。それでも今年という一年は一度きり、幸先の良い新年の始まりまでにと流行る心の片隅で、今目の前にある日常をゆっくりと愛おしむ余裕もお忘れなく。漢字は3000年以上前の人々からのメッセージ。その思いを受け取って感じてみたら、ほら今日一日が違って見えるはず。
感じて漢字の世界、山根元代でした。明日土曜朝7時20分からの感じて漢字の世界では、年、年末年始の年という字を紐解きます。